じゃんじゃじゃーん。自分心を込めて書いたっす。最初は不安もあったっすけど、そんなのは邪魔なだけっすよね。一筆入魂で正義の心を込める方が大切っす。これで町の悪い人たちも正義に目覚めてくれるといいっすね。完成ですわ。私、芸術は普段見る側でしたが、描くというのも楽しいですわね。そうですわ。この絵が完成したらメルクリウス財団で買い取って。いいえ、いけませんわね。これは皆様方のものですわね。塗装のアルバイトで培った私の技術を存分に生かして描いたわよ。もちろん効率だけじゃなく芸術面も追求してるわ。美術講師のバイトもできちゃうかもしれないわね。よし、こんなものかしら。あんまり自信はないけど、一生懸命描かせてもらったわ。この絵を見てみんな喜んでくれるかしら。いい仕事した気分。さて、いい仕事をした後は。これくらい余裕にゃ。猫は絵も上手なのにゃ。この調子でいつかランドセルの壁いっぱいにたい焼きの絵を描いてみたいにゃ。夢が広がるにゃ。きちんと上手に描けました。黙々と作業するのは嫌いじゃないです。でも私なんかの絵で本当に喜んでもらえるんですかね。人の反応を考えたら急に不安になってきました。でもきっと大丈夫、大丈夫、大丈夫ですよね。子供たちと遊ぶみたいに絵描き歌に乗せて描いちゃったわ。たくさんの子供たちにも楽しさが伝わってくれたら嬉しいわ。いつかたくさんの子たちと一緒にお絵描きをしてみたいよね。こんなものかしら。子供たちも喜んでたし、こんなお願いなら大歓迎ね。いつか成長した時にこの絵を見て懐かしむ。素敵な思い出になるわね。絵の具をこぼしちゃったり転んじゃったりもしましたけど、なんとか出来上がりました。お嬢様が描いた絵を台無しにするわけにはいきませんからね。お嬢様、私頑張りました。チャンネル登録、高評価もお願いします。